さあ銀パラ結構いいなっていう印象を持っちゃったもんですから集中して攻めました。まあ普通の海を打ってる感じで打てるっていうところもいいですけど、出玉が若干初当たり少ないかなとかね、そういうちょっと不満部分あるけど、これ199分の1なんですよね。だからまあ贅沢いっちゃいけないなってつもりで打って、とりあえず早い初当たりを狙います。泡ですか。これなかなかねいい位置がかかるけど外れるっていうのは、まあ時短中は珍しくないですから、まあ、本当にいつ当たるんだ。ただ時短少ないですからね、通常で打って、皆さんは海とかね普通に打ってる時と同じノリで打てるんですけれど、あとこれグール転廃ですね。さあ今度こそ魚群が、あー泡ですか。なかなかね当たってくれないですね。さあ残念、今回あっさり2連で1400。あっと出ました。このパターンがあるんですよね。一角が出て復活大当たりで、とりあえずワンセットを流れて3連チャンになってくれましたね。まあ本当に確率が甘いんで、割とこういうおまけ単発っぽい当たり方って少なくないんですよね。しかも、まあ、回転数少ないですから、だいたい6回転7回転で捨てられていくパターン多いと思うんですけど、天杯が1回ず2回目で当たってくれたという。さあこれで天国タイムに入ってくれるかの抽選です。これよくできてますよね。花から決まってるだろうにと思いながらも、と右に回ってくれてラッキーに入って天国タイムです。いやこれに入ってくれさえすれば銀パラはちょっと期待できますよね。まあ、ある意味普通の海を打ってる感覚でいながら天国タイムに入ると、あちょっと電ちゃんが伸びてくれるかなという気持ちで打てるだけ、まあ海を打ち慣れた人にとっては特別抵抗はないと思うんですよね。ただいかんせん時短が短かったりしてすぐ終わっちゃうと、早い回転数で捨てられてる台が多いですよね。だからさっきみたいに一角が出て復活あたりなんてあると、この台まだいけてるぞっていう気になりますよね。さあまた卓円図柄だらけの天国タイムです。なんか海の横スクロールだけでこんだけですね、もうバリエーションあれこれ考えてる、まあ山陽さんもすごいなと思いますね。かたやね大工の源さんをいろいろ出して、もうすぐ海も大工の源さんタイプの台を出しちゃうっていう、まあ、もう本当に山陽さんがパチンコ業界引っ張っていってくれてるなって気がしますよね。しかも今度出るスーパー海物語 in沖縄夜桜超旋風なんて突入率 100% ですからね。それで 90% 継続なんて言ったらみんなもう閉店間際に打っちゃいますよね。さあちょっとスクロールが長いけれど転廃はしない。贅沢な時間が続きます。これ本当に普通の格言図からで転廃するとすごくがっかりしちゃうっていうところは、なんかもう気持ちが贅沢になっちゃってますよね。ああよかったよかったじゃないってタコで転廃してもいいじゃないかっていうところですよ。さあなんで転廃するのかな、ワクワクしながらずっとカメラを回してます。
昔の銀パラを打った人ってのわかると思うんですけど、本当に戻しがないっていうか、そのすぐ終わっちゃったりするっていうのはあって、権利物だったんですよね最初は。現金権利物で、例えば2回セットのものがあって、3回セットの銀パラなんていうのは閉店間際に打って、権利物としてすごい人気があったのが CR になって、まあ CR で本当に40回50回と当たる、1日20回以上当たればそれなりにもう1回で2400発出ましたからね。もう 2.5 円両替ぐらいの時代ですけれど十分です。本当に2400発で1日中銀パラを売ってた時代が本当に1996、7年、本当に日本を銀パラブームっていうのが実際あったんですけど、いかんせん生産台数がですね、ほとんど2万台レベルだった。当時ね、10万台20万台ってもおかしくない時代ですけど、少ないですよね。あ、亀天杯、金の亀が天杯してマリンちゃん出てきました。さあタッチして、はい、呼んでます。まあもう当たるためには贅沢三昧って感じですよね。パトランプまで行って、いやこれ連チャンさえすれば銀パラ面白いんじゃないって、この動画を見て思っていただける方多いと思うんですけど、食わず嫌いの方が多くて、意外と新しい銀パラ空いてることも多いんですよね。でしかもその6回転ぐらいで捨ててる台も多かったりして、いやー199分の1とはいえ現金投資はなーっていう方も多いと思うんですけど、いい台は基本的にはやっぱ100回転以内で